になることが言いたいと。イギリス語風に言うとラクシュリーですね。どうでもよかったですか。ちょっと話が長くてすいませんでした。おはようございます、鈴木さん。はいはい、おはようございます。あの鈴木さん、今日、ね、ちょイベントが早いですね。イベントあるんだよ。今日イベントがあるっていうふうに聞いたんですけど、今日どんなイベントが。今日なんかブルガリーでさ、まあ高級ジュエラーがあるんじゃない、はい、ローマ本拠地の、そのブルガリーがオクトっていうさ時計を10年前に出したんだよね、あ、もうあれ10年前になるんですね、オクトって八角形って意味なんだけどさ、はい、まあそれはまた後で詳しく述べるとして、はい、それの発売ローンチ10周年の記念したなんかプレスコンフランスと、まあ、コンフランスっていうかトークショーをねやりたいからって言って、ジャーナリストとして出ていただけませんかというお話でね。あ、そうなんですね。まあ俺もまあ暇っちゃ暇だからさ。そんなことない。暇っちゃ忙しいって言えば忙しいんだけどね。まあ先は心でね、はい、まあ、割とはいろいろ長いね、お付き合いもあるし、喜んでたということで、あ、素晴らしい。OK と。で、そのトークイベントがあって、クリス・ペプラーさんが司会で、はい、まあ、彼とも、まあ、知らない中ではないし、宮島達夫さんという現代アーティストがいるんですけど、はい、もう著名な。水野さんとはお会いしたことないんで、ちょっと楽しみにしてますが、あと、山美子と山下とかです。ああ、すごい、もう、そうそうたるあれですね、もう業界の本当に、で、黒たちが。山美は、山下さんは、あれだから、ブルガリのアンバサダーになったんだよね。そうなんですね。今日もあれですね、鈴木さん、あの、2つ、いや、あの、ちゃんと腕元に。そうそう。今日ピンク。こういう時って緊張とかされます？いや、ちょっとなんか全然今してないけど。宮島さん、これ名刺の代わりに。あ、すみません。ありがとうございます。もう、裏に、あ、住所が。ポスイット。緊張あんまりしてないかもしれない。要するになんかほら、自分で思ってないこと言うっていうのだとさ、大変じゃん。そうですね。それを覚えてないといけないからさ、だから思ってることしか言わないから、まあ、しょうがないじゃん。あんまり変なこと言わない。まあそうですね、そうですね、そうですね、確かに。だからその一応こういうことを言ってくださいって言われても言えないことは言えないから、しょうがない。その代わりなんか他のこと、まあ、その場で思いつく、普段考えてることは、それを言うしかないから、っていうぐらい。なるほど。で、まあそんなに質疑応答もないし、ね、最後にあまりっていうふうにおっしゃってましたもんね。困らない。言いっぱなし。責任もないし。なるほど。まあ、せっかくならこう意味のあることを言って、まあ、そうやって自分が考えてますよね。確かに確かに。まあ、何で言うかちょっと分かんないですけど、本番になって楽しみですね。そしたら、頑張ります。はい、楽しみにします。お出かけ、はい、バッチリです。それではご紹介いただきましょう。まず自動車業界はもちろんのこと、時計業界も影響を与えていて、時代を牽引してきた日本の誇るトップジャーナリスト、先ほど解説しました関正澄さんです。それではお座りください。はい、では、早速、いろいろお話を伺っていきたいと思うんですけれども、ブルガリの持つイタリアン精神にのっとり、今までの慣例を打ち破る、コレクションとして誕生いたしました、ブルガリオクト、でございますが、今年で10周年を迎えました。今ではブランドのメンズラインを代表するコレクションの一つ、といっても過言ではないかもしれません。10年前オクトが発表されたことのことを覚えていらっしゃいますか？覚えてますよ。やっぱり革命的革新的な時計登場って感じですか？まあ、時計っていうのは
あるか、四角かどっちかなんですね、大体。その四角な変形としてその、まあ、土嚢型みたいなものとか、丸の変形として TV スクリーンとか、まあ、そのないかった、あったりはしたんです。このオクトルというのは、まあ、八角形なんですけど、マーケットの狙いとしてはラグジュアリースポーツです。あるいはスポーティーラグジュアリーというのかな、どちらか。イギリス語風に言うとラクシュアリーですね。どうでもよかったですけど、ね、まあ、どっちにしてもそれってやっぱりケースなんですよ、うん、ちょっとスポーティーなケースで、まあ、そこでラグジュアリーってのをどうやって表現するかって問題なんですが、そこで出たのが誰も考えつかなかった八角形っていう、うん、まあ、そういうデザインなんですね。八角形っていう造形でもって、うん、で、つなげていったっていうね、まあ、そういうところで、まあ、ブランドとしての形態における必然性、新しい形にそのブランドならではの正当性を与えたということで、うん、余計に深く印象に残ってます。時っていうのはその考えるっていうものではなくて、それを生きていくものだというふうに思いますね。つまり数字を発見することによって時間の概念、それから空間の概念も人類が認識できるようになった。つまり時っていうのは独立して存在しているものではなくって、人間がいて初めて存在する。人間抜きでは時というのは存在しえないものなんじゃないか、そんなふうに思いますよね。うん、腕時計というのはどんな存在でしょうか。そうですね、まあ、僕にとっては、まあ、常に憧れの対象でありますし、その時々自分の年代で記念として自分へのご褒美として時計を買ったりすることが多かったんですけど、まあ、そういう意味でも僕の本当に人生の節目節目で、やっぱりこう思い出も共にできる、うん、それからまあ男性としてこう、まあ、女性がアクセサリーをつけるのと同じように腕時計をつけさせてもらうと、ちょっとこう気が引き締まるというか、うん、自信を持てるというか、うん、そういう意味では本当にこうある種の相棒でもあるのかなというふうに思っています。で、一緒にこう時を刻んでいけるという、うん、本当にそうですね。サポーターで何か横であったというような感じです。だから10年前に出た時にはなかったのがフィニッシモという、うん、まあ、ラインで、まあ、フィニッシモってとか薄いやつなんですね、はい、で薄くて軽いっていうことで、まあ、一番軽いのは、チタニのですね、はい、でそのムーブメント自体が薄いんですよね。ムーブメント薄いってのはすごい大変なんですよ、うん、機械式ですから結局こうギリギリに巻いたゼンマイがだんだん、まあ、ほどけていくわけですけども、そのほどけていくのはこう皆さんのこういうゼンマイのおもちゃの自動車ですぐ分かる、あっという間にほらシューッつってエネルギーなくなっちゃいますよね。でしかもこれのトゥールビオンがやったり、その永久カレンダーやったりとか、ね、まあ、クロノグラフやったりとかってフィニッシュまでやってるんですよ、ね、でということは単純に上に乗っけていくんじゃないんですよ、うん、薄い時計を作るっていうのはものすごい技術力と、うん、構想力とエンジニアリングのつまり、なんか発想から含めてですね、うん、まあ、そこの要するにノウハウが問われるところです、うん、まさに今やブルガリは時計メーカーとして、うん、ジュエリーメーカーであるだけでなくて、うん、本当にこのトップノッチのところに、うん、いるっていうことが、まあ、毎年証明されてきて、でその代表的な、モデルが僕とフィニッシュですね。実はサプライズプレゼントがあるんです、はい、で宮島さん、はい、はい、お願いできますか。わかりました。大変僭越ではございますが、私がデザインした北斗プレゼントとして差し上げたいと思います。いいんですか、はい、どうか、無限の山下さんにとっての無限の時を
想像していただければと思います。はい、ありがとうございます。箱もすごい豪華な感じですけど、うわかっこいい。はい、宮島さんがコラボレーションされたオクトフィニッシモ、はい、ありがとうございます。今回素敵な僕もちょっとこれで特にある種とらわれず無用に走り続けられるように頑張ります。すみません、今日は山下さんの素敵なお誕生日会になってとても良かったです。それから宮島先生のお話も大変勉強になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。シールさんいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。いかがでした今日の。今日ちょっと喋り足りないね。